はい、というわけでやってまいりました。いや、私の本題売ったらなんと430万円というプレネがつきましたよね。いや、本題売ったかどうか気になるところですよね。私のチャンネルを登録していただいたら続きが見れますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。いや、この激安ベンツ、なんと45万円ということで、いや、今日は試乗の方してみようと思います。はい、というわけで行ってみましょう。メルセデスベンツ、はい、C クラス、はい、C200 を今乗っております。はい、走行距離4万1000キロ、はい、価格の方が45万円。なんとこの車は45万円です。はい、今中古車を試乗させていただいております。はい、ちょっとやっぱね、若干このボタン類のとことか、うん、ちょっと溶けてる感あるよな。そこだけですね、なんか色が剥げちゃって、うん、ただそれ以外は全然綺麗なんですよ。ね、ちょっと今本気モードでこれ買うかどうか悩んでるんでちょっと本気モードをディスる場面もあると思いますが、あ、本気だからこその辛口ですね。はい、はい、あ、ちょっと待ってよ、これ、2リッター、これ2リッターですよ。あ、思ってるより軽い。そうですね、ノーマルもコンフォートモードです。これコンフォートモード、スポーツモードみたいなのもあります。もうあるの。はい、ここで押すことができます。スポーツモード、お前あるわ。あ、はいはい、 S ってなるので、お前はすごい地味な、はい、地味に SCSCS ってなるの。はい、あ、でもなんか刺すの抜けもないわ。はい、結構古い車ってなんかね、こうカクカクするやつない？なんかそうくたびれてる感じが、くたびれてる感あるけど、これは大丈夫そうやな。距離がまだ浅いのもあると思います。うんうんうん、やっぱ4万キロって、ね、そうですね、普通やもんね。そうですね。で、オーナーも全然ユーザー管理でそんな荒い運転される方ではなかったので、うん、なるほど。はい、っていうか、ベンツマークがそうです、ピコッと立ってるのは、今のベンツってあんな立ってないよな。立てたないですね。S クラスぐらいじゃないですかね。ほとんどがもうポンって、はいはい、要はなんかいたずらでもぎられて持ってかれたけどあ、そうか、この時代のベンツはついてるんや、あれが。そうですね、エレガンスだったらついてると思う。普通のアバンギャルドとかも、うんうん、最近大きいエンブレムになってるんで、はいはいはい、それはついてないですね。あ、ナビ、はい、まあナビとかちょっと古さを感じるけど、これはでも変えられへんやつじゃないな。多分更新はできると思いますけど、そんなに最新のまでは多分対応できないと思いますね。いやー、しかし50万切ってるってびっくりやな。そうですね、これしかも車検付きやもんね、1年ちょい。はい、あ、ちょっとウィンカーのこれが硬い、ガキュっていう感じ。はいあ、ハンドル軽い。そうです、ハンドルは軽くて。何これ、めっちゃ軽いぞ、パワステ軽い、軽っ、何これふにゃふにゃやんこれえ、こんなんなん、ベンツって。C クラス、これ結構コンフォートに作ってあるんで、軽く、うんうん、遊びもそんなに多くはないかなっていう感じは、うん、いや、ホンダいいさ、はい、ふにゃふにゃやね、あれ。あ、そうなんですか。ふにゃふにゃのふにゃふにゃやね。F じゃ RR、はい、リア駆動でフロントにが駆動しないし、はい、めっちゃハンドル切れるし、この上のクラスもこんな感じ。いや、AMG とかになると硬くなりますね。タイヤも太くなるもんね。そうですね、古いベンツ恥ずかしい問題があるからいやでもこれはそんなに悪目立ちしないんで。そうやね、大きくなればなるほど古いベンツって恥ずかしいような気がするなんかねえ、ちょっとヤンシャというかあれでもヤンシャにしてる人あんまりいないです。まあそのこのちょうどこの2007年ぐらいの W221 の S クラスとか、うん、その辺は結構ね、いじりがいがあるんで、いい意味ではいじりがいがあります。カスタムしちゃうんやな。カスタムできるので、そういう意味では人気は高いですね。いやでもちょっともう私46歳なんですよ。そうですね、ちょっとさすがにカスタムとかそうですね、そっち系には走りたくないから。そうですね、竹さんにはちょっとね、ちょっとやんちゃすぎるのはっていう。そうやな、いやもう普通がいいですよね普通がいい。いやーこれも、あ、全然これ、右ハンドルやし普通に乗れる。ハンドルやばい、乗りやすい C クラス。はい、あ、パキンっていうねこれそうですなんか戻るときパキンっていうね。あ、でも全然乗れるわこれ。はい、こ
そんなん45万円って考えたらすごくいいと思いますよね、うん、で C やからいいと思う。はい、悪目立ちもせず、うん、やらしさもなくですね。だからなんか昔からさ、はい、大事に乗ってる人おるやん、はい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 、高級車とか、はい、そういう感じの人に見える。そうですね、フルノーマルで乗ってこそそうそう、新車の頃からそうです、ずっと大事に、あの人乗ってるんだなっていう、そうです、印象を受ける車やな。いやこれいいわ、だって2リッターで結構そんなに、はい、うん、そんなにその加速が悪いっていうわけでもないし。そうですね、馬力も184馬力ぐらいあって、うん、なるほど。クーラーもよう効くわ。ちょっと今効きすぎてちょっと寒いから閉じましたけど。でダブルエアコンですからね。うまいね、なんか維持できるわ。そうです、そうです、うん、まあ4万キロやったら全然普通やわ。そうですね、この車は距離乗っても値段が落ちないので、うんうんうん、逆にこういいのかなとこれから乗るの。でもシートも革じゃない分こうここまでね、大きな気を使うことも、うん、気使わへん、このベンツちょっと固めやな、シート。そうですね、若干ちょっとスポーティーな感じ、なんか長距離も行けそう。駐車場スペースさえあれば、はい、これ買ってるかもしれん。もう一台サブでですか、うん、いや、こんなん普通に乗れるわ、これ普通に乗れますよね。普通に乗れる、これ、はい、やっぱり軽音の方が高いんちゃう、これ。そうですよね、いろんな面で。そうです、税金ぐらいちゃう、安いの。まああと燃費ぐらいですかね。うん、あ、燃費どんなもんなんこれ。リッター高所 11.2 ですね。あ、結構普通に走るんや。そうです、高速乗れば15ぐらいは全然行きますんで。ハイオクやんね、もちろん。ハイオクですねいや意外とあの電気自動車って燃費悪いね。あ、そう、あ、まあまあそうですね、まあ、あの全然距離走らへんっていうかそれから考えたらガソリン車ってすごい優秀やなって今実は思ってて改めてですか。改めて、いや本当にそのだってすごい培ってきた年月があるから、ね、研究に研究重ねてるからもうガソリン車すごいよ電気自動車に乗って改めてこうガソリンの良さ乗りやすい、はい、ベンツやっと褒めていただきました。これ乗りやすい乗っていただいて初めて分かることも。 C クラスこのサイズ感が好き。好きですね、いいですね、本当に僕も大好きですこのサイズは。いやちょっとまとめると、古いベンツは C を買えっていう。そうですね古いベンツは C が恥ずかしくないっていう。そうです、この C がいいですね、うん、しかも白がいいかもしれん。そうですね、黒よりも白の方が、うん、白の方が、黒は結構傷がね、どうしてもコーティングも一回しないと、ね、色の汗とかもすごい狙っちゃうんで、うん、白は白いいかもしれん。右で、はい、ではちょっとこれを買うかどうか検討させていただきますが私が買う前に皆さんお電話でお問い合わせいただきたい、はい、エクシブコーポレーションさん、はい、電話番号、下の概要欄に貼ってますのでぜひともチェックしてくださいね、はい、では次のベンツ乗ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、いかがでしたかね、激安ベンツ。いや普通にね乗れちゃいましたよね。っていうかかなり良かったです。やっぱね古くてもう4万キロしか走ってないんで全然普通に乗れましたよね。次はね国内80台限定のオレンジアート GLA250 シューティングブレークを試乗させてもらいます。いやこれで決めちゃうの、決めないの、ホンダいい売ったの、売らないの、みたいな感じで、ぜひとも私のチャンネル面白いと思った方は、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで今日は激安ベンツ乗ってみたようでした。じゃあね、バイ。